今日は2018年水に咲く花支笏湖へのカップリング宗谷本線ピップ駅で、お世話になりました北海道ピップ町の村中町長さんとお話しさせていただきます。あ、町長さん、町長さん、あ、気がついていらっしゃるの、町長さん、こんにちは。どうも、お久しぶりです。お久しぶりしております。村中です。どうも、元気ですか？元気です。あ、町長さんおかわりなくお元気そうで。元気です後ろにポスター貼っていただいてありがとうございます。そうですね、はいはいはい、はい、これこれのカップリング曲だったんですけども。そうですね、はいはい、今日はちょっと本当にここに合わせて、ここに貼ってますけども、いつも違う場所に貼らせて、今日はね、PR も兼ねてここに貼らせてもらってますけども、すいません、今日水森さんとこういう機会あるので、はい、見えるようにここに貼らせていただきました。わざわざすいませんいやお元気そうで。はい、元気です。町の皆さんもお元気ですか？そうですね、今年はコロナの関係で、いろんなイベントですとか、うん、ご町民の方が集まる機会っていうのは本当に少なくなったんですけども、うん、町民の方は元気に、子どもたちも元気に過ごしております。ああ、よかった。はい、ね、私以前ピップにお邪魔した時に、はい、ステージがね、すごい豪華なトラックの。あら、覚えてらっしゃいますもちろんです。あ、そうそうそう、そうですそうです、これです。あ、後ろに見えるのがピップ駅でね。ピップ駅ですね。はい、この時にこういう応援大使というふうに、はい、水森さんを応援大使に移植をさせていただきまして。そうでした。で、本当にこのね、紅白に何回も出られてる素晴らしい歌手の方をこんなトラックのページで歌わせてしまいまして、本当にすいませんでした。とんでもないです。町民の方、ね、本当にすごく喜んでいただいて、はい、いや、本当です。町の皆さんのね、なんだろうな、すごい水森さんをようこそっていう気持ちがすごく伝わってきて、もう楽屋もそうでしたし、ステージもそうだし、終わった後もそうですけど、本当に皆さんが温かくね、はい、を迎えてくださって、送り出してくださったのが、すごく今も覚えてますし。うん、いいイベントだったなって振り返ってもね、あったかい気持ちになります。あ、そうですか、ありがとう。さて、言っていただけるとありがたいです。本当にこんなステージでいいのかなって迷ったりしたんですけども、本当に何て言うんですかね、何も構いませんっていうような、ご対応をいただきまして、本当に町民の方ともね、距離も、近い感じで、そういったところがまた町民の方も、はい、一段と親近感を湧いて、いただいたのかなと思ってます。で、こんなね、プレゼントもはいありましたよね。 ありましたね。似顔絵を描いて。あ、このお父さんお元気ですか？元気ですすごい元気ですあ、本当、でお花くださった方もよろしくお伝えください、はい、皆さんにも。承知しましたね、伝えておきます、はい、すっごい後ろの方までね、お客様が集まってくださってね。そうなんです、すごいこの小さな町なんですけども、うん、たくさんの方にお集めいただいて、楽しみにしてたイベントだったかなというふうに思います。いや、嬉しいです。でね、私この宗谷本線ピップ駅っていうね、歌を歌うにあたり、はいはい、すごくやっぱ気まずいフレーズというかなんか、あ、ここごめんなさいと思って歌ってたのが、花も絵もない待合室でっていうね、歌詞があるじゃないですか。で、私、あ、そんなに何もない、こう寂しい駅なんだなって思ってたんです、勝手にイメージでですよ。それ行ったらすごい綺麗だし、花もあるし絵もあるしなんだ、全然寂れてないじゃんと思って本当に申し訳ないと思ったんですよ
ね、あの地元の皆さんもそこのフレーズになったらちょっとなんかざわつくというか、なんかこうニヤニヤっとされてたんで、すいません、もうね、花も絵もないって居酒屋じゃないんだからっていう、なんかごめんなさい、本当に。いえいえ、とんでもないです。ですけども、本当にこう、ね、水森さんに、ピップ駅という言葉をこう、ね、歌っていただけるのは本当にありがたいことで、あの花も駅もある、あの花も絵もあるピップ駅なんですけども、歌を通してピップ町も PR、あの応援大使としてもですね、これからも PR していただければ本当にありがたいと思います。いや、本当こちらこそ、またこれからもね、歌を通じての、はい、全国の皆さんがまたこうピップ駅にこう興味を、ね、持っていただけるように、活動していきたいなと思ってます。ありがたいです、うん、まあ、今年は本当にこうカラオケなんかもなかなかこう、ね、町民の方も行けないこともあるんですけども、うん、宗谷本線ピップ駅は町内のこうこう去年までこうイベントですとかカラオケ大会ですとか あった文化祭ですとか、やってるんですね。うん、そういった時にはね、必ず誰かが歌いますし、私の母も、歌わせていただいております。嬉しい、ありがとうございます。いや、町民としても本当に嬉しいです。いや、本当、はい、こちらこそです。なんか、ね、カップリングなのでね、はい、どうしてもこう、テレビで歌う機会もないですし、はい、ちょっとね、そこがどうしてもこう申し訳ないところではあるんですけど、でもね、カップリングでもそうやってこう大使に任命していただいて応援しようっていう皆さんの気持ちがね、すごく嬉しいので、はい、うん、またね、これをご縁にずっとずっと末永く町長さんはじめ町の皆さんとお付き合いしていけたらなと思ってます。はい、こちらこそ本当にありがたく思ってます。はい、本当にこう2年前にですね、はい、こういった歌を歌っていただいてですね、本当にこうカップリング曲でありながら、今回ピップ町もですね、こうやってご支援をいただいて本当に嬉しいですね。ただいろんな機会で歌っていただけると、うん、そうですね、本当にありがたいんですけども、いろんなこう、はい、ね、事情も諸事情もあるかと思うんですが、そうですね、町民としては本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。のピップはほら結構というか美味しいものたくさんあるから、あ、はい、以前メロンもいただいたりとか、はい、はい、ありがとうございました。とで、お米も美味しいでしょ。はい、はいはい、今年はどうですか、出来の方は。はい、今年は先日農家の方ともお話ししたんですけども、うん、その方50年ぐらい農業をやられてるんですけども、こんなに美味しいお米できたのはひょっとしたら初めてかもしれないっていうぐらい、質もう 量ももちろん取れたんですけども、質もですね、本当に今年は美味しいお米ができたようです。すごい、はい、はい、でも、もう稲刈りはもう終わってでですね、うん、これから新しいお米が皆さんの食卓にも届くと思いますので、ぜひ水森さんにも応援大使の PR の一つとして後で送らさせていただきますので、やったご賞味いただければというふうに思います。ありがとうございます。夢、はい、ピリカというお米はご存知ですか。もちろん知ってます。今すごい話題というか有名ですよね。ありがとうございます。うん、ピップ町に農業試験場がありまして、そのピップ町の農業試験場で開発されたお米がゆめピリカなんです。あ、そうなの？はい、ですか、ピップからだったんだ。そうなんです。はい。だから美味しいんですね。もうゆめピリカしか食べませんよ、私は。ありがとうございます。しかもピップ。はい。本当にこう、お米が中心の町ですので、お米を中心に、メロンですとか、うん、あとイチゴもあるんですけども。イチゴか、はい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 。6月下旬頃から7月中旬頃まではイチゴ狩りも行っておりますので、いいですね。イチゴの季節に来ていただければありがたいです。またね、はい、もう四季に応じて、またたくさんお邪魔したいと思います。そうですね。はい、もうこっちは初雪が一回降ったんですよ。あ、もう雪が降りましたか。はい、本当に四季折々の風景があるんですけども、うん、まあ、今雪はもう溶けて、
ないんですけども、さっきもちらっとパラパラっと降ってってですね。でもね、もう冬はマイナス何度でしょう、ずっと。冬は、そうですね、一日中マイナスな時もありますし、朝寒い時はね、マイナス25度ぐらいにはなりますね。で、夏も30度超えますので、本当にこう、四季折々、いろんな風景が楽しめます。本当ですね。もう本当、体調に十分気をつけて、ね、これからまた、町の皆さんにも、お元気でとお伝えください。はい。伝えさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた今度行くときは、はい、トラック、私の専属ステージなんで。楽しみにしてるんで。そうしました。水森さん、この時に、前回2年前の時に、はい、今まで会った町長で一番かっこいいって私言ってもらったんですけども、それ以降、かっこいい町長に会いましたか？全然。全然です。もう村中町長さんナンバーワンですよね。後にも先にも、ね、ほんと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 と2回言うとちょっとあれですけど、ほんとですよ。いやー、そうですよね。僕もそう思うんですよね。よく言われるでしょ。よく言われるんで困ってるんですけど。いや、だからもうほんとまた町長さんに会いたいので、なんかほら、はい、ね、今年はね、いろんなそのコロナでイベントも中止だったり、はい、だったと思うんですけど、また来年、再来年、はい、何かあったら必ず伺うので、はい、ありがとうございます。もう言ってください。はい。ありがとうございます。ぜひ、待ってますね。あ、こちらこそぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。はい、町長さん、本当、お忙しい中、はい、ありがとうございました。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。またこれからも、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。すいません。はい、会いたいです。はい。私も待ってます。お願いします。ありがとうございます。また、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。イケメン。